TBD のシンです。どうも、TBD のドクです。今、僕たちは原宿にいます。先週の天気予報、今日の天気予報だと雨予報だったんですけど、実際に今日になってみて、ギリギリ天気持ったなっていうような天気になってます。でも一応、撮影自体はできるような天気なので、それは良かったなと思ってます。そこは良かったね。で、僕たちはこれから千駄ヶ谷交差点にあるなりふりさんに行ってきます。なりふりさんは、自転車のバイシキルプラス、ファッション性のファッショナブルさの2つを体現した旗艦店になっておりまして、で実際なりふりさんは自転車のスピード感というよりも自転車とファッションを2つを重視したバイシキルショップ兼アパレルショップになっております。なりふりさんはそのファッションブランドや自転車ツールを販売しているんですが、他にも自転車自体を1日レンタルすることができるので、今回自分たちでその自転車をレンタルして実際にお出かけしていきたいと思います。旅もそうなんですけど、お出かけも目的地に行くまでの交通手段を変えてみるだけで少し気分が違ってワクワクしてきますよね。今回は皆さんにいつも電車と徒歩で行くような場所に自転車をレンタルして自転車で向かってみてはいかがでしょうかっていうような提案がしたくて撮っています。で、皆さんが自転車を使ってみたくなるような動画を作っていければというふうに思っているので、最後までご視聴いただければと思います。では早速行ってきます。はい、では自転車の方を借りてきました。で、なりふりさんのお店自体は、原宿駅から徒歩12、3分で、途中行く途中の道中でもこのカフェだとか食事するカレー屋さんとかあるので、自転車借りる前に食事をするなり、自転車借りた後、返し終わった後に食事をするのでもいいのかなって思います。で、場所自体は千駄ヶ谷交差点の目の前にあるので、非常に分かりやすいですし、またお店の前にも自転車が何台か止まっているので、交差点の前まで行けばすぐ分かる場所になりふりさんのお店はございます。おそらく2階にはその2階がアパレルだったんで、2階には服があって、1階には自転車の、ツールであったり自転車自体を置いている内装になってます。徳さん、どうでした？店内とか店外はもう新さんが言ってくれた通りで、あと付け加えるとしたら、自転車の感想で、自転車3種類一応選べるようになってて、1個が折りたたみ式の自転車、もう1個が、スポーツ用の自転車で、もう1個が、ちょっとその中間点みたいな、スポーツ用とあとは折りたたみ式とかっていう簡単な乗れるようなやつの中間点のやつがあって、で僕らは、中間点のやつを買いました。で、見た目も非常にかっこよくて、スピードも一応出る、スピードを求めてないとかって言ってたけど、スピードも出ます。で、やっぱ疾走感みたいなのを感じられて面白いそうだね、なってます。で、あれかな、自転車の感想は以上で、これからそうだね、途中で、自転車走りつつなんかいい感じのカフェがあれば途中で寄り道したいなって思います。では早速行ってきます。Something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better. I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken.We fall apart and I won't dare to say Do you feel the same way? Maybe you don't wanna know But you don't see what you have in front of you Or maybe I'm not enough for you So maybe I should go If I had known from the start This wouldn't have ended with broken hearts Cause I don't wanna waste my timeOkay, don't string me
ただいま4時間の自転車のレンタルを終えて原宿駅の方に戻ってまいりました。どうでした、トムさん。僕は田舎者なので、レンタル屋さんが都心の方にあるので、都心を自転車に乗ってさっそうとこうショップを回ったりするっていうのがちょっと僕の中で憧れがあったので、憧れを今回実現できたっていうのが単純に嬉しかったです。そうだね、確かに。で、撮影に関してはちょっと少し後悔が残りました。っていうのも、最初バックパックを背負って原宿駅に来たんですけど、すごい迷った挙句コインロッカーを利用してバックパックをもう預けちゃって、ジンバルを片手に持ってチャリに乗って撮影を しようと思ったんですけど、やっぱ移動の時にジンバルを持ってチャリを漕ぐっていうのが疲れちゃって、体力的に撮影がなかなかうまくできるような状態じゃなくなっちゃって、まあ、そこが少し後悔だったんで、まあ、次回以降、この反省を生かして撮影できればなっていうふうに思っております。また次回再挑戦したいですね、これは。で、まあ、今回利用させていただいたなりふりさんなんですけども、場所は渋谷区の千駄ヶ谷にありまして、原宿駅から歩いて 12、3 分程度で行くことができます。で、今回利用したレンタルのサービスなんですけども、2つオプションがあって、1つが、4時間の1500円のレンタルと、2つ目が1日のレンタルの2500円のプランになっております。で、やっぱりなりふりさんがそのファッションと自転車をうまい具合に融合させてるっていうのもあって、で、ファッションと自転車もともと親和性もものすごい高くて、まあ、今回僕がちょっと意識してあえてジャケットスタイルで撮影をしたんですけども、まあ、今回の僕みたいにちょっと服装を凝ってかっこいい自転車またがってその都心を颯爽と走るとかなり気持ちいいので、今回この動画見てる方にもですね、同じ経験をしていただけたら幸いでございます。で、今回の動画としては以上で、また次回の動画で、お会いできればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。